ああ寒いああお布団全部落ちてるやんあああれあの子がおらんやんトイレかなだったらええんやけど一応ちょっと見てくるかよいしょ あ、リビングにおるやん。あん泣いてんのかな。え、しかも、なんかすごい勢いでいろいろ食べてるけど、もしかして前に言ってたらいっぱい食べちゃうって、そういう症状が出ちゃってるんかな。おーい、リビングで何してんの <laughs> 何もしてへんことはないやろだって僕が起きた時にはベッドも冷たかったし結構前からリビングにいたんちゃうんかうん返事がないってことは当たりなんかな <laughs> まあええやんええやなあなあそっち行ってもええ ええー、嫌なんそれは僕がリビングに来るのが嫌なんかそれとも僕が君に近づくのも嫌なんかうん。リビングに来てほしくないんか。うーん。せやったら君から僕のいるとこに来てもらうっていうのはええー、かな。うん。それやったらええ ありがとうな。ほら、じゃあこっちにおいで。よしよし。大丈夫やからな。さすがにまだ冬ではないから、足が若干冷たいけど、そこまで体は冷えてへんな。うん、よかったよかった。よしよし、大丈夫やぞ。<laughs> でもさ、起きたら君がおらんかったからびっくりしたで。どのくらい前から起きとったん え、2時間も前から起きとったんえらい早いなあまあそかそかでも一人で寂しかったやんなそれに気づけんくてごめんな <laughs> あはははああとあのさもし言いたくなかったら言わんでもええんやけど起きてるとき何しとったんパソコンも部屋に置いてあったからお仕事してたっていうわけでもなさそうやけどさ うん、ああ言いたくないんよなあーそっかそっかうーんまあでもちゃんと自分の気持ち言えてえらいな言いたくない時はちゃんとそうやって言いたくないって言って言わんでもええねんねじゃあせやなその代わりキューして他のお話しようなあじゃあこっちにおいではいキュー。 よしよし <laughs> 大丈夫やからな焦らんときやうーんじゃあ何から話そっか今日はなんかええことあったんかうんえっ、ー、ないんかうーん僕はなうーん今君とこうやってお話してきてんのが今日のええことかな <laughs> あとは今日一本早い電車に乗れてんか。だからいつもより早く職場に行けてんな。おうんうん。それだけでってなんか引っかかるけど、うん。まあ、そうやで。ちょっとでも嬉しかったらそれはええことやろこうやって考えたら君もいいことは一個ぐらいはあるんちゃうかうん。はははは。うんうん、そうそう。 そんなんでも全然ええやん。てかむしろすごくないプレゼンがうまいって褒めてもらったんやろそれめっちゃすごいことやん。なかなか言われんで、そんなこと。<laughs> でもそやな。前々から準備頑張っとったもんな。よしよし。とっても偉いね。<laughs> 人に認めてもらうことってめっちゃ難しいことやからな。ほんまにすごいことやで。うん。 じゃあ、その話もっと詳しく聞かせてや。ああ。あそうなんか。うん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 。はあ。あ、はあ、気づいたら結構お話したな。じゃあ、最後のお話ししよっか。明日は休日なんやけど、なんかしたいこととかある例えば、おうちにいるとか、 お買い物に行きたいとか、何でもええで。うん。ああ、運動しに行きたいねんな。運動か。でもなんか珍しいな。急に運動したくなったんかうーん、せやな。運動することはええことやし、全然ええねんけど、それってもしかしてさ、さっきのことと関係あったりする えなんでわかるかってまあそりゃ僕一応君の彼氏やしまあ担当医でもあるからなうんまあでもここは病院じゃないんやから緊張せんでええねんね今は彼氏として接してるんやからなああ大丈夫やぞ大丈夫やからそんな不安そうな顔せんとって誰も責める人なんかおらんからな 本間は最初っから君が何してるか気づいとってんねけどまあなんて声をかけたら君が自分を責めずに済むんかとかいろいろ考えとったらちょっと言う言葉が見つからんくてなうん黙っててごめんな食べたくないのに衝動的にたくさん食べてまうんやもんなこの間君が頑張って話してくれたことがあったやろ そん時に聞いてばっかりで全然気づいてあげられんくてごめんな <laughs>。僕は悪くないってほんまに優しい子やな。せやけどな、僕も君と一緒に暮らしてるんやし、担当医でもあるんやから、君のことをきちんと見守って責任を持つのも僕の役目やねんねああ、そうや。やから一人で全部抱え込む必要はないねんね 辛い時は辛いって言ってええねんね。しんどい時はしんどいってちゃんと言いや。わかったか <laughs> 僕がちゃんと君のこと守ってあげるからな。なあ、大丈夫か涙が出てきてもうたな。よしよし、大丈夫やぞ。今まで一人で抱え込んでて不安やったんやな。 でもこれからは一緒に頑張って治していこうな。そんな悩むことじゃないで。<laughs> 大丈夫やからな。うん。でもな、これは普通の風邪とはちょっと違うっていうのはなんとなくわかるうん。体と心のバランスが取れるまではどうしても時間がかかってまうもんやねん。だからすぐには治るもんじゃなくてさ、ゆっくり治していくものっていうことだけは覚えといて。 何回も途中で嫌になっちゃうこともあるかもしれんけどさその時はしっかり休んで心が元気になったらもう一回頑張るを繰り返していこう焦らず行こうな <laughs> 1回2回3回4回、うん、何回でも失敗してええからなうまくバランスが取れんくてイライラしてまうことやってあるかもしれんし結構難しいこともあるかもしれんけど僕が全力でサポートしてあげるからな 大丈夫やぞ。うん。頑張れるかお,お、よしよし、偉いな。もし途中でちょっと辛くなっちゃったとしても、そん時は教えて。僕もすぐに気づけるようにするけどさ。<laughs> あ大丈夫大丈夫。絶対治るから。僕が約束してあげる。今はきっと一番しんどい時やもんな。 だから今は少しでも元気になるまでしっかり休もう。うん、せやろ。よしよし、とってもええかやな。ああ、じゃあそうしたら、ベッド戻ろっか。今日はもう遅いし、明日やることはまた寝てから次の日に決めよう。ああ、だから今日は何も考えんと、もう一緒に寝ちゃおう。背中トントンしてあげるからな。うん。 もうぎゅーってしたまま寝ちゃってもええからな。僕がベッドまで運んであげる。うん。じゃあおやすみやな。明日もいいことありますように。